数字、自由研究は女体、ボーン。はい、今日は解説を見る前にどうなっているのか考えてみてください。お楽しみください。実演婦人警官を2人使用します。そして犯人役のカード決めていただきたいんですけれども、ちょっと混ぜますね。少々お待ちください。はい、じゃあこの混ざった状態で1枚のカードを決めてもらいます。弾きますんで、お好きなタイミングでストップお願いします。ストップ。じゃあこのカードね、これね、 OK、 皆さんで見て覚えてください。 OK、 忘れないようにお願いします。こっちにあるのは分かってますけども、正確にどこにあるか分かりません。混ぜますね。婦人の間何もいないですね。行きます。カットしてください。もう一度カットしてもいいです。お好きなだけ気の済むまでカットしてください。 OK ですか。では今から婦人の2人があなたのカードを探しに行きます。探し中です。見つかりました。広げてみると間に1枚のカードが挟まれています。そしてこれがあなたの選んだダイヤの5です。はい、では解説していきます。ジョーカーを1枚だけ入れた計53枚の状態で行います。お好みのペアのカードを警官役、探偵役として使用します。最初にこの2枚を省いて51枚の状態で行っていきます。まずお好みの方法でいいのでパーフェクトシャッフルを行います。そしてこのシャッフルなんですけれども、片方が26枚、片方が25枚となるようにします。そして26枚の中に25枚のカードが全て収まるようなタイプのパーフェクトシャッフルを行います。このように同じ側の束26枚の束がトップとボトムになるようにします。この状態でどっち向きでもいいんですが、トップとボトム下に持ってった方が落ちませんので、この状態にして、過去に解説しているようにこのように弾いていってストップと言われたら大きく広げて見せた時に左手の小指でブレイクを保ちます。今回はスペードの4です。ブレイクを保っている状態で行っていきます。まず上の束を抜き取っていくわけですが、抜き取った後もブレイクは保った状態にしてください。こちらの束にあるのは分かっていますと言って重ねます。そしてブレイクから上をまずテーブルに置いて、残りをテーブルに重ねます。そうすると今選んでもらったスペードの4がど真ん中26枚目に来ている状態になります。こちら25枚、26枚目がスペードの4、こちらも25枚、このような状態になります。この方法は非常に便利で楽に行いますが、選んでもらったカードを26枚目にコントロールさえできれば何でも構いません。そしてこちらの探偵のカードを使いますと言って上に乗せます。例えば一度カットしてこの2枚の間に小指で挟んでパスを行って間に挟まれました、このような古典的なギャグを入れてもいいと思います。この状態にしてからでも先ほどの状態でも一度カットしてもらいます。どれだけカットしたとしてもお客様のカードとクイーンのカードの位置関係は変わりません。好きなだけカットしてもらいます。そしたら次に先ほどと全く同じようにパーフェクトシャッフルを行います。正確に言うと枚数は少し違います。26と27です。27枚のパケットの間に全部入るようにパーフェクトシャッフルを行っていきます。このまま完全に押し込んで広げると1枚のカードが挟まれた状態になります。そしてこの間に挟まれたカードが26枚目にコントロールしたカードであるというものになります。めちゃくちゃ高度な数理トリックになっております。とりあえずパーフェクトシャッフルマスターしてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。じっくり考えて自由研究のテーマに出ましてみてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。